こんばんは、古川です。今日はですね、若干お話してる人に向けた動画になっております。で、何の話かというと、ワイヤーのかけ方っていう話になるんですけど、お話してる人だったら大抵わかると思うんですけど、リースを作る時とかドライになるものとか、それ以外でもなんですけど、結構ねワイヤーをかけてオアシスを固定したりとか、家材と家材をこう縛ってちょっとこう固定したりとかっていうのにすごいワイヤーを使うんですね。で、秋冬ってリースだったり、素泊だったり、あとはお正月の締め縄だったりね、いろんなものでオアシスとかにねアレンジするっていうよりはちょっとこう、ドライになるものとかに結構よく使ったりはするんですけれど、そのワイヤーをそのお花用のワイヤーがちょっとこれになるんですけど、これちょっと太さがいろんな種類があって、僕はこれ24番っていうのをよく使ってるんですけれども、これでね材料をこう縛って固定するっていうようなことをよくするんですね。でこの縛り方の話になります。で、これワイヤーって別にこう、特殊なワイヤーっていうわけでもなくて、普通に中に金属が入ってる普通のワイヤーと思われるワイヤーなんですけれども、このかけ方が、結構ね僕ね、教えてもらったやり方をずっとやってるんですけど、めちゃくちゃスピーディーなんですよね、そのかけ方が。で結構それでやってるんですけど、よく聞かれるんですね、どうやってやってるんですかって言って。でちょっとしたコツがあって、ちょっとそれを考えながらしないと絶対できないので、今日はねその説明をしていこうと思っています。結構軽い動画になりますけれども、よかったら見てください。はい、そしたらちょっと見えやすいようにね手元を写していこうと思います。これが本来よく使っているリース台と呼ばれるものなんですけれども、これにちょっとこういろんな家材とかをこう、貼り付けて、このワイヤーで、こういうふうにかけて、ここで、縛るっていうのが本来の形になります。でここの、かけ方になります。で普通だったら、こういうふうにこうネジネジってしていくと普通に絞れていくんですけれども、このね何回もこう回転させないといけないっていうのと、やっぱりねこう手でやってるだけだとこう縛りが甘くなるんですよね。のでこれがちょっと僕のやり方になります。ここにこうかけます。そして、ここから、2回転ほどしてこういう状態ですね。でさっきと同じようにこうまだ隙間が空いてます。でここから手で縛っていくんじゃなくて、ここをちょっと極端に説明するとちょっとこう寝かすような感じですね。寝かしてこうネジを巻くようなイメージです。はい、するとここでしっかり止まってガチガチになってます。もう一回いきますね。はい、ここでワイヤーを止めて後ろで2回転ほどする。この時まだこうグラグラしてます。でそこで、ちょっとこう大きくちょっと引っ張るような感じでするとここにまだ隙間がありますよね。引っ張るとちょっとこうここに隙間が見えるんですけど、これを大きく回すネジを回転させるように大きく回すと、こういうふうに完全に締まっていってるんですね。こういうふうに完全に締まっていってます。はい、これだけです。はい、これだけなんです。これも、今ちょっと僕一個やりましたけど、これだけなんですけど、一つの作品に一個だけの時もあれば、やっぱり10個とか、下手したら20個とか使うかもしれないですね。で、例えば、一個でもし、10秒の差が出てしまったとします。じゃあ、10個で
100秒ですよね。でその作品を10個作るってなったら1000秒とか変わってくるわけですよ。でお花屋さんってやっぱスピードが大事なので、それって結構大きなロスになってくるんで、ちょっとねこうたくさん作るものが増えてくるたびに、まあ、絶対に僕はマスターしておいた方がいいかなと思ってますので、ちょっとね時間を計ってみようかと思います。じゃあワイヤーを3本かけますんで、それをちょっとタイムアタックしたいと思います。はい、そしたら、大変くだらないですけど、両方でタイムアタックをしようと思います。ただこれすいません、純粋に僕がどっちか手こずるかもしれないんで、まあ本当に当てになるかならないかわかんないですけど、はい、まあ参考にしてください。では、3本ですね。はい、じゃあまず、普通に巻く方からいきますね。はい、じゃあいきますね。スタート。はい、25秒になりました。25秒46ですね。はい、じゃあ次僕の縛り方できます。はい、じゃあこちらも3本です。はい、じゃあいきますね。じゃあスタート。はい、3つできました。15秒85ですね。はい、そしたら、くだらないタイムトライアルが終わりました。15秒と25秒だいたい3つで、まあ、10秒ぐらいの差ですかね。まあ、本当にビビたるもんですけれども、まあ、さっきも言った通り、まあ、やっぱりスピード感がすごく大事で、本当に何個も何個も何個もしていくとだいぶ時間が変わってくると思うので、今のやり方をねぜひマスターしてもらえたらいいかなと思います。だいたい3で割るんで8秒と5秒、これ次3秒差ぐらいですかね。まあ、そのどのぐらい縛るかにもよりますんで、どのぐらい縛るかにもよるんですけれど、逆に手で縛ってる方が緩いかなと思うぐらいですね。決して指でひねる方を手を抜いたりとかはしてません。はい、そこまでして押さないといけないものではないのでね。はい、で、これ僕、まあ、実は、まあ、だいぶ昔に教わって、で僕が、お花屋さんで働く前ですね、20歳ぐらいの時かな、ちょっと僕まだ何になりたいかはっきり決まってなかったんですけど、いろんなものを作るのに興味があって、で、大学生の時にクリスマスリースっていうレッスンに行ったんですよ。でそれが後に僕が働く、プーテさんっていう京都のね、はい、お店だったんですね。でそこで、後の、僕の大先輩になる、松井さんっていう方から教わりました。松井さんも誰かから教わったかもしれないんですけど、ありがとうございました、その説は。ということで、結構ね、僕が自分でレッスンしててもね、なかなか20歳の男子が、リースを受けに来るっていうことはなかったんで、まあ、松井さんもちょっとびっくりされたかもしれないんですけども、はい、まあまあその時にね教わったのがしっかりこのね今も身になって、まあそのね20歳ぐらいの時に教わったものがねこうやってもうしっかり将来に生かされているので、なんかすごいありがたいなと思っております。
で、これ僕、まあ、クリスマスリースとかね、ほとんどいろんなあらゆる場面でこう、お客さんの前でやるんで、いつもね、本当にすごい聞かれて、どうやってるんですか、できません、みたいな感じで。なので、まあ、そのちょっと教えているつもりではいるんですけどね、はい。ぜひ、まあ、時間短縮にもなりますし、だんだん指も疲れてくるんでね、こう、ひねってると。なので、ぜひマスターしてもらえたらいいかなと思っております。はい、はい、ということで、ものすごく簡単な動画になりましたけれども、はい、ご視聴ありがとうございました。またあと今年も残すところ少ないですけども、よろしくお願いします。では